どうも、皆さんこんにちは。いつまでもドラダーとゲーム世帯中根人エルザです。今回は、ホタルと星4キャラの炎統一で衝動作戦をやってみたいと思います。ホタル入りの炎統一でも、炎弱点を付与してしまえば、高難易度もそれなりにクリアできるのかというチャレンジですね。チャレンジする高難易度コンテンツは宇宙の郊外となります。詳しいことはプレイ画面見ながら話していきたいと思います。本編前ですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信を行っています。今後も解説を行っていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは早速本編を見ていきましょう。まずは、高難易度コンテンツの宇宙の郊外でチャレンジをする理由について話していきたいと思います。理由としては、1、祝福による撃破特攻バフの恩恵が少ない。2、会心率、会心ダメを盛ることが難しい。3、衝動作戦といえば繁殖の運命となります。こちらの3つの条件があるため、難易度がホタルの場合は難易度が高くなっていると思い選びました。1つ目の祝福による影響ですが、ほぼ撃破特攻に関するものはない状態となっています。現在であれば、カエサ宇宙で壊滅による撃破特攻バフが大量にありますが、フリーコンテンツではないんですよね。しかも、器物も天才クラブで獲得できるピンク色くらいなので、かなり限定的となっています。ですが、ホタルには攻撃力アップで、自身の撃破特攻をアップする能力がありますので、祝福は攻撃力を狙っていきます。これをいかに取れるかが今回の攻略のポイントになりますね。二つ目は、会心系と会心率ダメを盛ることですが、これは純種の祝福と虫歯で会心ダメアップを狙うしかないですね。この二つに関しては、祝福と器物の両方を狙う必要があるので、運任せな部分になります。しかも、ホタル自身が会心率の会心ダメが低く育成するので、おまけ程度に考えておかないといけない部分となります。黄金と機械の場合なら、スターピースカンペニーのサイコロで大量に盛ることが可能ですが、郊外の場合はそれは無理に近いですからね。そのため、無理やり攻略することも難しいので、こちらの方がホタルにとってはかなり厳しくなるのかなと思います。3つ目は PV の影響ですね。これに関しては衝動作戦イコール繁殖だったので、確実に戦える郊外を選んでいます。また、ボス戦では炎の弱点がない可能性もありますが、運よく第1ボスで炎弱点付与も獲得可能なので、こちらを選んでいます。全体的にホタルにとっては、あまりバフの恩恵を受けれなく、弱点属性的にも不利なことが多いのかなと思います。ですが、攻撃力バフを大量にゲットできれば、撃破特攻のダメージを伸ばすことは可能なので、クリアの可能性はあるかなと思います。それでは続いて、今回の編成メンバーも見ていきましょう。まず、主役のホタルですね。持ち公演水に郊外と豪華のセットにしています。攻撃力は2400で撃破特攻は246となっているので、ここから倍以上伸ばすようにしていきたいところです。今回の炎弱点付与要因となるので、どれくらいスキルを回せるのかが肝になりそうです。道中で時空のプリズムがゲットできると一気に爆走なので狙っていきたいところではありますね。続いては系内墳です。装備は獲物の視線に囚人とグラモスのセットにしています。主な要因としては、燃焼による火力の補助と防御系デバフによる味方のサポートをメインとしています。また、作人値が高い方ではあるので、ホタルと一緒に敵の人生削りを頑張ってもらう要因ではありますね。ただ、耐久面が乏しいので、なるべくバリアや防御系アップを獲得していきたいところです。続いてはギャラガーです。装備は何が誠かに時計やメッセ、タリアのセットにしています。貴重な回復要因ですが、ホタルの火力アップにも貢献できるので、かなり重要な位置のキャラになりますね。炎弱点さえ付与できれば、ホタル、系内墳と一緒に人生削りを広範囲に可能なので、攻守ともに必須なキャラとなっています。最後はアスターです。装備は惑星との出会いにメッセと先週にしています。今回は炎統一ということもあり、惑星を生かせるので、こちらを装備しています。あるとないとでは火力は変わりますからね。アスターは必殺技の速度アップでホタルの完全燃焼状態の行動回数を増やしたいので重要な枠となります。攻撃力バフもありますからね、少しでも底上げをするなら貴重なバッファーと言えます。今回はこの4人の構成で進めていきます。ちなみにこの4人で裏庭12後半をクリアは可能でした。ターン数はかかりますが安定した火力を出せるのでそれなりに戦えるという感じですね。ただ今回は衝撃波ダメージが一切ないので、バフをいかに盛れるかが非常に大事かと思います。それでは、狙っていく祝福と器物も紹介をしたいと思います。今回は最重要だけを紹介していきたいと思います。まず、運命については壊滅を選んでいます。これは HP 減による攻撃力アップやバフ付与を活用するためですね。
そのため祝福は攻撃力アップ系を狙っていきます。壊滅の繊維に関するものはもちろんですが、壊滅的膠着や原子ブラックホールなどは必須となります。その他に工場の実月なども欲しいところですね。攻撃に関するものはこの辺りとなります。いかに繊維を獲得できるかが重要なところですね。その他に弱点撃破に関する祝福も重要です。キョムの祝福には弱点撃破効率を最大で 45% アップするものがあります。ルアンのスキル並みに強いんですよね。さらに他人なども隣接する敵に弱点撃破攻撃を狙えるのも嬉しいところです。その他には法上の岩印で弱点撃破の回復や巡視の耐性で行動順アップや周月の EP 回復などが有効となります。弱点撃破系に関しては戦闘の効率をアップしつつ回復や EP の回転率もアップするので獲得は必須に近くなりますね。この辺りを取ることができれば、あとは壊滅と巡視を集めながら損後と記憶も集めていくっていうのが一番理想かなと思います。続いて器物についてですが、虫歯とピンクショック、時空プリズムの3種類は狙っていきたいところです。それぞれの効果としては虫歯は会心ダメージ、ピンクショックは撃破特攻バフ、時空プリズムは成功を1つアップするとなりますね。虫歯とピンクショックに関しては獲得ができれば火力アップができるので欲しいところです。特に虫歯は会心ダメージがアップするので撃破特攻に耐えられなくなるので戦闘が楽になります。ピンクショックはそこまでバフの効果は高くないのでおまけ程度というところですね。でもないよりかマシというところです。ただし時空プリズムに関してはホタルの強力な1突は獲得できるので選択肢で出てくれば優先的に獲得したいものとなります。強化スキルの発動で防御無視と SP 消費なしが発動しますからね。これが強すぎるし味方の負担が減るっていうのがいいところです。意外と SP 枯渇でスキル回しが難しいので時空プリズムを優先的に狙っていきたいところですね。それでは祝福と器物について一通り説明できましたのでスウォーム戦をやっていきたいと思います。はい、それでは無事最終まで来れましたのでやっていきたいなと思います。で、一応ですね、時空のプリズムとか狙っていた祝福は獲得ができている状況というところですね。ただし、会心系に関してはほとんどないので、撃破ダミ以外はあまり火力が出ないかなという状況です。まあでも、炎弱点が取れてるんでね、そこがめちゃくちゃ良かったかなと思います。あとは、最大人生ダウンも取れてますので、まあこの2つをね、うまく使って、敵の動きを止めていければなというところです。まあ、ボスの弱点が炎をついてるだけなんでね、その周りに出てくるちっちゃい奴らは、頑張って削らないといけないなーっていう感じですね。さあ、やっていきましょう。次はホタルの使っていきます。まず、壊滅発動でバリアと攻撃力アップですね。まあ、最初の方は手動でやろうかなっていう感じなんですけど、途中からオートに変えてやっていきます。初動ね、必殺技はガンガン使っていって削り切りたいとこですね。なるべくホタルの行動をさせたいので削り切りたいとこです。攻撃力はだいたい5000ぐらいですね。会心ダメも120です。撃破特攻は 560% となっています。まあ普通良くも悪くもまあこれぐらいだなーっていう感じかな。なので結構長期戦を考えて行動していく流れになります。まあ、3体に対して50万ぐらいというところですね。衝撃剥がればもっとダメージは伸びるかなという感じだけど、まあまあ仕方ないかなというところです。で、今回記憶の方も取れましたので凍結がしやすくなってます。遅延行動ができるので攻撃回数は重ねれるかなというところですね。ただ見てもらった通りダメージの方が18万だったりとか結構低いのでちょこちょこ削っていく感じになります。なのでこちらが攻撃をなるべく受けないようにとかっていうコントロールが必要ですね。まあでもオートでも全然問題がないかなっていう感じかなと思います。生命さ存分に味わえ。まあ、衝撃波があるかないかってダメージのもでかいですね。炎属性でどうにかなるかなっていうのを考えてたんですけど、やっぱ思ったよりも火力は出なかったですね。こうなると
妨害とかでは会心リスダメが漏れると多少ダメージに差は出るのかなっていう気はします。弱点撃破してからが本領発揮なので、それまでちょっと時間がかかるなっていうのもありますね。まあ、ただ最大人生を削る効果が今回あるので、雑魚のお二人が倒しやすくはなってます。ホタルのねスキルで意外と人生破壊できるので、弱点撃破狙ってダメージも重なりやすいっていうのはありますね。さあ、もうこの辺りからオート戦闘に戻してます。ちょっと危なくなったら手動に切り替えてやっていこうかなってとこですね。まあ、5体増えました。でも人生は削れてます。これがほんと強いね、効果として。で HP 低かったんで壊滅使って、でギャラガーで回復で、宝条もちょっと積んでるので回復量は多いです。まあ、ただちょっと気になってるのは風化ダメージが重なりすぎて、こっちが一撃でやられないかなっていう心配は今のところありますね。そんなに攻撃が目立ったのはないですけど、ウェーブ2、ウェーブ3でそのあたりがどう重なってくるかが心配なところではありますね。さあ、もうちょいで倒すそうです。まあ、爆発で倒せましたね。さあ、ウェーブ2です。炎が出てきました。あれに攻撃されるとね、一瞬で終わるんでね、なるべく狙いつつ。あとやっぱ経年君がそうだね、持続ダメージ溜まりすぎてて結構危険な状態ですね。意外と風化ダメージ強いもんね、なんだかんだね。シールドも剥げちゃってるんで、結構ピンチといえばピンチな感じ。まあ、ここでボスの逆転撃破ができました。あとは速度上げて、ホタルちょっとでも速度上げてってところだね。いやー、ケナイ君ちょっと危ないね。もうミリーだもんね。次もう一層溜まったら終わりそうな感じがする。やっぱその防御力はね、高かったらなっていうのはちょっとあるかな。礼儀がなってないわ。あとホタルに関しては今回純種の弱点撃破で EP 回復があるので、まあ、それで少しは溜めやすくなってるなっていうところです。なんでね、ホタルは1回必殺技解除してもまた完全燃焼状態できるので、結構そこは強いかなと思うね。あとプリズムのコードカーでね、 SP 消費しないんで、もう気にせずガンガン攻撃できるのもやっぱ強いなと思います。さあ、起きました。さあ、こっからだね。もうちょっとで、あー、やっぱりまあバリアなかったもんね。まあこうなるのが怖いんだよね、スオーブ戦は。攻撃を受けたら受けたで風化ダメージがどんどん蓄積されるんで、それが意外と痛いんだよね。バリアとかも意外と大事だなと思います。あ、ホタルに関してはそこまで心配しなくてもいいんだけどね。さあ、最終ラウンドです。まあ、この弱点が1枠増えたのでちゃんと狙えればっていうところかな。まあ、ただね、ちょっとギャラ側の回復がない状態なんで。で、ここでいいのが、回復すると味方も回復するっていう祝福を取ってるので、ホタルの戦闘攻撃による回復で全員が回復するようになってます。これがめちゃくちゃありがたい。なんで、危なかったんだけど、ホタルの行動回数も2回重なっていい感じになりましたね。速度アップ。しかもね、ちゃんと回復もしますんでね、必殺技使ってね。
意外と法上系は持っとくの大事だね。最低限はね。ファイアフライファン、インポジション。生きるために。あ、また雑魚が増えました。まあ、ちょっと危険な状態が続いてますね。で、ちょっとね、デバフが気になりすぎてね。さすがに、ここは手動で回復を。ボートだと多分回復してない可能性高いなって感じだね。これはただの戦いじゃない。で、ここでホタルで回復が狙えるんで、あえて、今の壊滅使ってます。まあ、酩酊もね、重なってっていうところだね。まあ、でも、何かしら、まあ、誰かしらへきついような状況は続くね。ここでもう一回攻撃します。まあ HP は満タンでキープと。で3回目倒して行動ができるようになるんでね。まあでもやっぱ20万こうちょっとずつちょっとずつっていう感じがね結構ドキドキするかな。まあでも比較的祝福とか、まあ、プリズムのおかげもあってだいぶ戦いやすくはなってるかなと思います。戦いやすさはとりあえずあったね。やっぱり回復を常にしながらっていうのが強かったんで、あとは EP 効率も上がってるんでそれも合わさって戦いやすさはすごかったね。まあ、ただ弱点の付き具合から考えるとなかなか辛い。ケイナイ君がね、うまいこと耐えれるかどうかも結構大きかったなぁとは思うね。やっててね。で、ここ壊滅使って、ケイナイ君の必殺技で全体回復させて、っていう状況だね。で、ここね、ちょっとね、最後ホタルで決めたかったんだけどね。ホタルに回すためにどうしようかって考えてる。なかなかね、最後がね、でも多分油断したらやられるんで、ここは仕方なく終わりと。はい。ということで、無事、衝動作戦成功です。いやー、やってみた感想としては、まあ、途中も話してたんだけど、プリズムで一突するのと、いかに回復手段とか弱点撃破の効率を上げれるか、がすごく大事だったね。まあ、弱点撃破効率もその攻撃による効率っていうのもあるんだけど、人生削りの効率がそれもあるんだけど、まあ、それとは別で弱点撃破した時に回復だったりとか何かしら自分にその他の効果があるとかそういうのをしていると、まあ今回はクリアしやすかったなと思います。まあ、純粋にねこれに虚数主人公がいればもっと楽はできたはずなので、あえてしなくてもいいかなと。でも正直面白かった。やってて、妨害難しいんですけど、まさかね、普通にクリアできると思ってなかったね。もし、この3人、星4のキャラが3人座ってる方、あとはホタルが育ちきってる方は、ぜひ試してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。